オクラホマン州とインディアンン州、1890年代、オクラホマン州は、1890年5月2日から1907年11月16日に、アメリカ合衆国46番目のオクラホマ州となるまで存在したアメリカ合衆国の自治的領域である。現在のオクラホマ州の西部を構成していた。東部は、インディアンン州の最後に残った部分だった。 オクラホマ淳州ができるまで、この領域は先住民族に排他的に使われていた。しかし、1866年南北戦争の終戦から間もなく、連邦政府はインディアン淳州の多くの種族に情報を強いることになった。ワシントン DC は先住民族が連邦を結成することで既存の条約に違反していると非難した。 その結果、インディアン巡州の中央部200万エーカーほどがアメリカ合衆国に割譲された。大衆市はこの広大な土地を見割り付けの土地あるいはオクラホマと呼び始め、大衆にブーマーとしてその入植を先導し始めた。ラザフォード・ヘイズ大統領はその土地への入植を妨げるために1879年4月。 インディアン巡州に不法に入ることを禁じる宣言を発した。連邦政府の妨害にもかかわらず、その土地に対する大衆の要求は止まなかった。デイビッド・エル・ペイン大尉は、オクラホマを白人開拓者に解放する案の主要な支持者の一人だった。ペインは、カンザス州に旅して、ブーマーの植民協会を設立した。ペインの組織は、見割り付けの土地に、 白人植民地を樹立することを期待し、会員を1万人ほど集めた。この集団の形成によって、ヘイズ大統領は1880年2月12日に、ペインにインディアン巡州内に入らないように命令する、宣言を発することになった。ペインとその集団はこれに反応して、オクラホマシティの東、見割り付けの土地内にあるキャンプアリスに行った。そこで彼らは、 都市の計画を作り、ユーイングと名付けた。しかし、第4級兵隊が彼らを逮捕し、レの砦に連行した後で、カンザス州に戻らせた。広報では、軍隊が民事問題に介入することを禁じていたので、ペインは激怒した。ペインと、その一党は釈放され、実質的に裁判所への出訴も否定された。ペインと、大きな集団は、法廷での訴訟の成り行きを、 心配しつつも7月にはまたユーイングに戻った。軍隊が再度この一党を逮捕し、カンザスに送り返した。彼らはまた解放されたが、今回はアーカンソー州フォートスミスでの裁判に移行した。ペインは不法侵入でインディアン交流法に触れると告発された。アイザック・パーカー判事はペインを有罪と裁定し、最大1000ドルの過料を言い渡した。 ペインは金も資産もなかったので、その過料は集められなかった。しかし、この判決は、公有地の問題については何も、解決していなかったので、ペインは、衰えることなくその活動を継続した。その後も数回遠征隊を組織し引いて領内に、入った。ペインはその後半後も3回見割り付けの土地に入ろうと、した。12月、 ペインとその集団は、インディアン順州の北側境界に沿って移動した。その後を、JJ コピンガー大佐が指揮する、騎兵隊がつけた。コピンガー大佐はペインに、もし境界を越えたらば、強制的に退去させると警告した。人々がペインの側に加わり、ブーマーの数が増えたので、ヘイズ大統領に、インディアン順州に入る許可を求める死者が送られた。 返事がないままに数週間が過ぎ、ペインは、その追随者を率いて、見割り付けの土地に入った。この時も彼らは逮捕され、ペインは、ホートスミスに戻された。ペインは、有罪とされ、また千ドルの過料を宣告された。ペインは釈放されると、カンザスに戻り、オクラホマを解放させるためにさらに4年間を費やした。ペインの最後の試みは1884年の、 チェロキーアウトレットに入った時であり、軍隊が再度彼を逮捕した。軍隊はペインをカンザスに連れて行く代わりに、複雑な経路を肉体的に厳しい環境の中で、フォートスミスまで数百マイルも引っ張り回した。軍隊の手によるペインの虐待について、大衆の同情が大きくなり、政府はついにその裁判を認めた。ペインは、カンザス州トピカの連邦地区裁判所に回された。 秋の後半期で、カシアス・ジー・ホスター判事は、起訴を却下し、見割り付けの土地に入植することは刑法に触れないと、裁定した。ブーマーの間で喜びにあふれた祝いが湧き起こった。しかしその喜びもつかの間だった。連邦政府が判決の受け入れを拒否した。ペインは即座に次の遠征を計画したが、それを率いることはなかった。年月日。 カンザス州ウェリントンで、ブーマーたちに深夜の演説をした翌朝、ペインは倒れて死んだ。ペインの死後、その仲間のウィリアム・エル・カウチが、その指導者の役割を継いだ。1884年12月、カウチは、ブーマーと共に、インディアン・巡州に移動し、12月12日に、キャンプ・スティル・ウォーターを設立した。チェスター・エイアーサー大統領は、小さな文献隊を派遣して、 カウチを、巡衆外に送り出そうとした。しかし兵士たちが到着した時、200人の武装した男たちが軍隊を出迎え、移動を拒否した。軍隊の増援600名が到着し、ブーマーたちは48時間以内に出ていくか、攻撃されるかの選択を迫られた。ブーマーたちが退去を拒むと、軍隊の指揮官は部隊を、カンザス宗教を超えて動かし、 カウチの供給線を遮断した。間もなくカウチたちの食料がつき、カウチとブルマーたちはカンザスに送り返された。連邦政府はカウチたちを差別しているというカウチの申し立てに反応して、連邦議会は1885年3月3日、1885年のインディアン配分法を承認した。この法はクリーク族、 セミノール族及びチェロキー族インディアンに属する占有されていない土地の活動について交渉を認めた。カウチが植民者になることを止めロビーストになったのはこの時点だった。カウチはオクラホマを解放させるためにワシントン DC で4年間を過ごした。しかし多くの決起に流行る文明化語部族のインディアンもカウチの行動に反対するロビー活動を行った。 事態が変化したのは1889年1月になってのことだった。プレザントポーターがクリーク族インディアンの集団を率い彼らの占有されていない土地を売却すると提案した。数週間のうちに見割り付けの土地は合衆国に売却された。これらの土地はインディアン巡州の中心部に300万エーカーを少し下回る規模のものだった。 1889年3月2日、連邦議会は1889年のインディアン、配分法の修正条項を可決し、オクラホマと呼ばれる見割り付けの土地をホームステッド法による開拓に開放することを定めた。ベンジャミン・ハリソン大統領は4月22日にランドランによってオクラホマを開放することを宣言した。ランドランは正午に開始され、 21歳以上のすべての人々に解放されることとされた。1889年のランドランオクラホマは1889年のランドランにより4月22日に白人開拓者に解放された。準州の歴史で初めてのランドランだった。初日に5万人以上の人々がこの土地に入り、その中には数千人の元奴隷や奴隷の子孫も含まれていた。 カウチとそのブーマーたちはこの時1万4千人にもなっており、やはり競争に参加した。競争が正式に始まる前に、オクラホマに入った者たちは、スーナーと呼ばれることになった。競争が正午に始まると、何千という馬、四輪入馬車、軽装馬車、二輪馬車などが、オクラホマ中に飛び出した。法律の遵守者はいくつかの場合にスーナーたちと戦った。 ウィリアム・カウチ自身もスーナーであり、法準守の開拓者に鉄砲で撃たれて負傷した。カウチはその時の傷がもとで1890年4月21日に死んだ。競争が終わると、土地所有権が取れなかった多くの開拓者は地域からさらされた。1万4千人のブーマーの中でわずか1000人が土地所有権を得た。オクラホマシティ、キングス・フィッシャー、エルレノ、ノーマン。 ガスリー及びスティルウォーターでテントの都市が一晩で出現し、そこが最初の開拓地になった。土地の解放を決めた簡潔な法では、オクラホマにおける政府の形まで決めていなかった。土地の警察や裁判所もなく、連邦軍が法の執行を行い、アイザック・パーカー連邦判事のもとに合衆国地区、裁判所アーカンソー西地区が、 唯一の刑法と民法を司る機関だった。それにもかかわらず、この地区は概して平和だった。大半の土地紛争は流血なしに解決され、ほんの数件が解決までに数年を要した。一年間オクラホマ準州の人々は半分実の状態だった。この機関の唯一の政府は申し合わせで作られて維持され、無法や違法もなく、資産や生命はいつも 適切に守られた。翌1890年5月2日、連邦議会は、オクラホマ基本法を成立させ、インディアン順州の西半分を、オクラホマ順州に組織化した。東半分は、インディアン順州として、インディアン、特に文明化後部族の支配下に残った。連邦議会は、オクラホマ順州に、誰もいない土地と呼ばれた368万1000エーカーの、 帯状の土地を組み込み、ビーバー軍となった。1890年9月、オクラホーマ準州東部のソーク族及びサック族連合、アイオワ族及びポタワトミー族居留地128万2434エーカーが開拓者に解放された。翌年春、準州中央部のシャヤン族とアラパホ族の土地439万7771エーカーが解放された。 1893年9月16日、チェロキーアウトレットが開放され、K 軍、グラント軍、ウッズ軍、ウッドワード軍、ガーフィールド軍、ノーブル軍及び、ポーニー軍がその中の601万4239エーカーの土地から作られた。1895年、キカプーズ居留地20万662 66エーカーが開拓され、 翌年テキサス州の一部と考えられていたクリア軍が合衆国最高裁判所の判決でオクラホマン州に与えられた。これらすべてにカイオワ族、コマンチェ族、アパッチ族及びウィチタ族居留地が解放され、オクラホマン州の開拓地は2400万エーカーとなり、そのうち172万5646エーカーがインディアン居留地に組み込まれていた。 オクラホマ淳州は1890年から1907年まで存在した。この間、7人の知事が淳州を管理した。その17年間の間に、インディアン淳州に橋を発する州省核の考え方が発展したために取り立てて大きなことは起こらなかった。知事の大半は、ほんの数ヶ月その職にあっただけであり、唯一長引いた課題といえば、オクラホマ大学、セントラル。 オクラホマ大学及びオクラホマ州立大学の創設だった。準州唯一の真の目的は、自治的領域から州への移行政府として機能することだった。インディアン準州の州省格を確実にする運動は、UFO ラで会議を開いた1902年に始まり、文明化語部族の代表が出席した。この代表は1903年に再度集まり、憲法制定会議の招集を決めた。 セコイア憲法制定会議は1905年8月21日にマスコギーで開かれた。クリーク族の大宗長、プレザントポーター将軍が会議の議長に選ばれた。選出された大議員たちは文明化語部族の行政官が副議長として指名されることを決めた。チェロキー族の大宗長ウィリアム・シー・ロジャーズ、地下相続知事のダグラス・ H ・ジョンストンに、 地下相族を代表するよう指名された、ウィリアム・エイチ・マーレー、直闘族集長のグリーン・マクカーテン、セミノール族集長のジョン・ブラウン、およびクリーク族を代表するように選ばれた、チャールズ・エヌ・ハスケルだった。この会議は憲法を起草し、政府組織の計画を書き上げ、設立させる軍を示す地図をまとめ、また首相閣を制願するために合衆国議会に送る大議員を選出した。 会議の提案は、インディアン準州内で、住民投票に付され、圧倒的な支持を得た。大議員団は、ワシントンで、冷たい対応を受けた。東部の政治家たちは、西部州が2つ増えることの受け入れを恐れ、疑いもなく、インディアンの州を認めたがらず、セオドア・ルーズベルト大統領に圧力をかけたが、ルーズベルトは、インディアン準州とオクラホマ準州が一つの州としてのみ、 終章格を認められると最低を下した。しかし、セコイア州憲法会議の懸命の努力は完全に失われた。翌年、インディアン順州の代表たちがガスリーでオクラホマ州憲法会議と合流した時、彼らは彼らの憲法の知識を持ってきた。セコイア憲法は大部分が1907年に2つの順州が合併してできるオクラホマ州の憲法の基礎となった。 準州知事、フランク・フランツは、準州から州への移行を監督した。フランツは、初代州知事として務めるための共和党候補に選ばれた。1907年9月17日の選挙では、民主党のチャールズ・ウェヌ・ハスケルと対決した。この選挙では、オクラホマ憲法も提案された。憲法は承認され、ハスケルが知事に当選した。 オクラホーマの人々が1907年11月16日にアメリカ合衆国憲法を採択すると、オクラホーマ準州とインディアン準州は公式に解体され、オクラホーマ州が合衆国第46番目の州として認められた。1890年の基本法の成立で準州政府が設立された。準州政府には憲法がなく、それを作る。 基本法の不死があっただけであり、これが政府文書に準じるものとなった。基本法では、準州の完全な組織を規定し、準州政府の機能を定義し、議会の行動と職員の行動に制限を課した。連邦議会は大衆によって選ばれる立法府の創設を規定したが、行政府と司法府は合衆国大統領によって選ばれ、指名された。 基本法は大衆によって選ばれる議会を要求したが、両院制という要求事項以外の構成に関する言及はなかった。初代順州知事、ジョージ・ワシントン・スティールが職に就いた時、この問題を提起した。スティールは1890年7月8日に執行命令を発し、両院制の議会を選出することを要求した。会は26名の議員で、 上院は13名の議員で構成されることになった。選挙は8月5日と設定された。議会は8月12日に招集されたが、選出された議員の死去に伴い特別選挙が公示され、議会の招集は8月27日まで延期された。順守議会で成立した法律は効力を発揮するために、連邦議会の同意を必要としなかった。その法は、 通常の衆議会で成立した法と同じ力を有した。しかし、連邦議会の法は、準衆議会で法制化された法律を撤廃することができた。準衆議会の唯一の制約は、基本法だった。行政府は、準衆知事、初期官及び、地区検事、あるいは検事総長で構成された。知事は、執行権限を与えられ、準州における、 連邦政府の省庁として務め、順州民兵隊と順州内連邦軍の総司令官だった。基本法のネブラスカ法典に規定されるように、軍の境界を定め、軍長所在地を指名し、また、軍役人を指名するのが、知事の義務だった。この法典は、第一順州議会の3回まで有効であった。初期官は、知事の補佐として務め、知事不在の場合には、 新しい知事が指名されるまで、知事代行を務めるものとされた。検事総長は知事に法的忠告を行い、準州内で法執行させる主席の役人として、務めた。司法府は、準州最高裁判所であり、3人の判事、すなわち一人の主席判事と2人の売席判事で、構成された。最高裁判所は、広い司法権を与えられた。 合衆国連邦裁判所として機能するだけでなく、準州議会で法制化された法典の下で起こる、あらゆる裁判にまで広げられた。裁判所は1日の半分を連邦裁判所とし、残り半分を準州裁判所とした。また最高裁判所としても機能し、準州下級裁判所から上訴された事件を審問した。ありがとうございます。